初めて動画に出てくれてですね、はい、ありがとうございます。入会してもう10ヶ月ちょっとですね、はい、真面目にコンスタントにやられてるからですね、はい、ありがとうございます。体重が何キロ増えたんですか？まあ66で、入会時は4キロぐらい増えました、ね、はい、体脂肪がもともと薄いからですね。そうですね、筋肉もうちょいつけましょうかね。こういう人の方が向いてますよね。あ、本当ですか？体重を増やしたいんでしょ？そうですね、はい、まあ増やす必要はないと思いますけどね、肩もしっかりしてるからですね、はい、すごくいいと思いますよ。みんな体脂肪を落とすのに苦労しますからね。ああ、まあ、恵まれてる方ではあるんです、ね、恵まれてる、はい、うん、それに気づくべきですよ。あそこに気づかないと。そうですよね。無意味に食べても脂肪が増えるだけですからね、はいはい、後ろとかは見てみます？こうやって背中もよく映ってますからね。あ、本当ですか？これは体脂肪が薄いから映りますよね、まあ、肩とかもしっかりついてるし。痩せ型の人は体重を増やしたいっていうけど、はい、やっぱ脂肪はつけない方がいいですもんね。勘違いしやすいかもしれないですね、やっぱり、はい、そこは最初に認識した方がいいですよね。そうですね。痩せ型であっても肩幅がありますからね、はい、かなり恵まれてると思いますよ。今おいくつですかね？今30です。30ですね、はい、性格的にも真面目そうだからですね、はい、すごくコンスタントにやられてるし、性格も向いてますよ。性格と体脂肪が向いてますよ、はい、もう筋トレ最近も楽しくて、あ、そんな感じになるのが一番ですね、はい、頑張ります、ね、まあ、ぜひ頑張ってください、はい、また1ヶ月後2ヶ月後取ればね、はい、胸とかついてきたらもっともっと良くなりますよね、はい、まあ胸もついてますけどね。ありがとうございます。頑張ってください。はい、ありがとうございます。